それでは、2の5番、作図の問題です。まあ、これもその私が答案を受け取った、中3の子が格闘士って図が、いろいろ書き込んでるやつがここにあるんですが、それをコピーしてきちゃったんで、まあ、改めてこう簡単に書き直しました。下の図において、図 A は直線 L 上の点、図 B は直線 L 上にない点である。直線 L に点 P を取り、 ABP、APB ね、APB、これが120度、こんな感じですね。 APB となる PB を作図しなさい。また P の位置を示す、まあ、ここら辺に P と書きなさいと。ただし三角定規の角を利用して直線引くことはしないものとし、作図に用いた線は消さずに残しておくこと。さて、作図の問題のポイントなんですが、いくつかの作図の基本がありまして、垂線の作図、直線上にない点を通る、まあ、通る垂線ですね、この垂線の作図は、まずここからコンパスでこういうふうに幅を取りまして、でここの交点それぞれからまたコンパスでこう同じ幅を取ってこう結ぶと、垂直ができます。さて、その次、今回は、まあ、この垂線の作図を使う形だったんで、まあ、こっちの垂直二等分線は結果的に使ってないので、もう一つ使っているのが角の二等分線です。で、角の二等分線はこうですね。この角の二等分線を作るためには、この交点からこうコンパスでこうやるんですね。でその後こことここを中心にしてまたコンパスでこうやる。でここの交点を結ぶとこういう形になります。 で実はこれ全部結果としてひし形を作ってる形になります。垂線の作図もここもひし形ですね。ひし形の性質をうまく活用しているということです。それでは実際にやってみましょう。じゃあここに書いてみますよ。ちょっと待ってください。持ってきます、ね、さてこうですね、まあ、こんな感じで、これが L で、ここが A で、ここが B で、これが120度になるようにしようということですね。で、ちょっと、120度というのは一瞬と戻りますね、垂線。ただ、120度という時にできれば、思いついてほしいのが、ここが120度ということは、ここが60度になるんじゃないかということですね。60度になる。で、60度の作図は、まあ、ある方法があるんです。これから説明しますけど、ただ、そこに至るまず第一段階として、ここに線から離れた点があるので、まあ、まずは垂線を引いてみようということで、ここからコンパスでこう幅取りをして、でまたここから幅取りをして、まあ、コンパス実際使うんですけど、垂線を引いたと。ここからここね、ちょっとこんな感じですね。垂線を引いたと。いいですか、ここ直角になりますよね。さて、その次なんですが、ここら辺に、P が出てくるはずなんですけど、ここが60度になるわけですね。60度にで60度になるということの発想なんですが、60度というのは実はある方法で作図ができるんです。これはコンパスである点からこういうふうに、まあ、引きます。でそこの今度ここの線上のある点から同じ幅でこう引くんですね。そうすると同じ幅ですから、こうなります。でそうするとこれが実は60度60度60度の正三角形になるんです。60度60度60度。でそれで ここにまず正三角形を書いてみる形にします。でつまり
こことここの幅を取って、ここの幅で、まあ、こうですかね。こんな感じで。で、こっちもこうやりまして、で、ここに正三角形を、これ正三角形なんですよ。この正三角形になります。さて、で、この正三角形をここに作ったときに、ここの角度が実は60度になって、正三角形ですかね、ここ60度で、その60度になってるというところで、60を2等分すると30度ですね。で、ここを2等分すると30度になりまして、そうするとここが30度でここが90度ですので、ここに2等分線を作ったら、どうなるかというと、ここが60度になってくるんですね。つまりこっちが120度になってくれるということで、実はこれをここの角の2等分線を作ればいいということです。この60度の角の2等分線を作ればいいと。で、さっきせっかくこの正三角形を作った幅を使ったんで、ここの両側から同じ幅でまたこう幅取りをしまして、ここを結びます。こう感じで結びます。そうするとこれが答えの P ですね。ここが30度になって、ここ60度なので、ここが120度になる形になります。はい、これが答えということになりますね。120度。はい、それでは最後に実際に作図してみましょう。ちょっとこちらにまず押して B から、L に向かって垂線を引きます。はい、幅取りをしました。この L との交点の2つの交点からそれぞれ幅取りをしまして、こうです。で、こことここをまず結びます。垂線を下ろします。これ垂線ですね。じゃあその次にここに正三角形を作っちゃうんです。ここの L との交点までの幅で、こうです。で、今度こっち側からやりまして、こうです。さて、で、ここは実は結ばなくてもできちゃうんですが、まあ結んでおきましょう。はい、で、ここが60度ですね。60度で、この60度をこう2分割2等分すれば、ここが30度で、ここが120度になります。それではここから角の2等分、ここの角の2等分線を作るんですけど、さっきもうすでにここで角の2等分線の第一段階のこれを作業は実はさっきと正三角形を作るときにしてあるんで、ここの交点とこの交点からそれぞれこう引きまして、ここを結びます。で、これが答えですね。いいですか。ここ60度を2等分したので、これ30度、これ90度なので、60度、90度、60度、つまりこれが120度ということになります。書いちゃいましょうか。これは答えには書かなくてもいいんですが、理解のために書いてみますと、これが30度。これ答えにこう書いちゃダメですよ。でも理解しやすいように書いておきますと、こうなって、結果的にここが120度ということです。